皆さん、こんにちは。非常識な業種集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、どんなに良い商品サービスを作っても売れない先生の共通点ということについてお伝えしていきたいと思います。いろいろな方のご相談に乗っています。毎日日々それで、例えばマーケティングリサーチ的にですね、データからして、この商品は、売れるでしょうという方向で、大体こう相談しながら企画は作っていくんですね。で、企画は作った時に割といい感じに商品が作ったり、レッスンの内容を作れたりするんですけれども、これが売れるか売れないかっていうところは、最後のリリース、いわゆるそれをこう未来の生徒さんに向かって販売というかお知らせをするときに、最終的にそれが売れたか売れないかっていうことが決まっていくわけなんですよね。で、この段においてすごくいい商品を作って、そのまま思惑通りにストンと売れる先生と、商品そのものはいいのに売れない先生とに分かれてしまうケースがあるんですよ。で、それは、何件も見てきて、ある共通点があるなっていうのが、ほぼ私の中では確信に近い状態で最近思うようになってきたので、それをちょっと今回はテーマでお伝えしていきたいなというふうに思っています。どんなに良い商品サービスを作っても売れない教室の共通点ですね。はい、じゃあこちらをねお伝えしていきたいと思います。本題に入るわけなんですけれども、このお話は興味を持って聞いてくださっている方が、ちょっと先に言ってきます。若干辛口若干人によってはかなり辛口な感じに聞こえるかもしれません。なので、うわー、これ以上聞きたくない、きついなというふうに思ったら、その後もう閉じてもらって大丈夫です。現実を直視できないと結構ちょっとね改善が難しい領域の内容なんで、はい、それをねこれからちょっとじゃあ答えを先にお伝えします。いい商品があっても売れない教室の特徴、これは先生のマインドの部分が結構大きい要因を占めてます。で、マインドの、じゃあどんなマインドなんですかっていう世界なんですけど、ここがこう若干こう耳が痛いっていう人いるかもしれないんですけど、一言で言うとプライドが高い方です。はい、これがですね、一見発言している内容がプライドが高くないような雰囲気の発言をする感じに聞こえてるんですけれども、実は裏返しするとプライドが高い、要はイコール自分は傷つけられたくないっていうのが裏にあるケースが多いです。はい、そうするとどういうことになるかっていうと、自分が傷つけられる、要はイコールプライドが傷つくってことになるんですけれども、それが怖いと発信とか内容とかを無意識的にセーブをしてしまうんですね。そうすると売れるものも当然売れない。なぜならば、例えばなんですけど、すごくいい最新家電とかがあったとするじゃないですか、誰もが欲しがるような。でもそれが例えばすごく売れるショッピングモールの、量販店、家電量販店の店頭にあれば飛ぶように売れるでしょう、おそらく。だけれども無人島に持って行って、無人島でその存在をね言ったとしても、声を出して言ったとしても、そこを通ってくれる船がそれを拾い上げてくれない限りは何も届かないっていうことに近いお話になります。じゃあ具体例をね挙げていきたいというふうに思います。この傾向はですね、初期の人にはあまり起こらない現象です。初期の人っていうのは、開業して3年とか5年とか経ったりとか、ある程度自分でちょっと回して、少しはうまくいったかな
だけれども途中で停滞していたりとか、ないしはちょっと挫折気味っていうタイプの人には起こらない現象です。どういう人に起こる現象かっていうと、教室業歴15年前後の方に割とよく起こる現象です。年代まで特定しますけどね。はい、どういう状態が起こるかっていうと、昔売れていて今売れなくなった状態でどうにかしたいと思うタイプの先生です。はい、じゃあもう少し具体的に言っていきます。その方たちはどういう状態で今に至っているケースが多いかというと、昔ですね、15年とか、まあ、場合によっては20年とかっていう昔の状態で考えた時に、教室業をすでにやっているということは、それだけでとても素晴らしいし、社会貢献もできているし、技術もすごくある方なんですよ。で、昔ってその技術を習いに行くのもすごく敷居が高くて、有名な例えば学校とかを出て、で、例えば場合によってはすごい厳しい日本料理の、技術を習うとか言うと手で包丁を叩かれるような教室があるぐらい厳しい中で技術を取得してきているので、そもそもそれを私やってきたっていうまず自負があるんですね。まずね、そうなんです。で、教室立ち上げます。教室立ち上げると勝手に生徒さんが集まってきます。勝手に集まってきます。なぜならば、教室業は相対評価だからです。そこに教室がなければ、例えば私横浜の鶴見区に住んでるんですけど、鶴見区でもしも私がなんか新しい教室を建てたとするじゃないですか。まあ、それが、まあ、鶴見区狭いな、横浜 横浜で1個しかないっていう特殊な技術と技能を教える教室だったら、わんさか人が来ます、そこにあるだけで。で、昔15年とかそれぐらいの昔っていうのは、教室がそこにあるだけで、まあ、ぶっちゃけですね、例えば、料理、パン、お菓子、ごちゃごちゃに教えたとしても、一軒あるだけでありがたがれる存在が、その時立てた人たちの先生です。もちろん先生もすごい真剣に学んで、技術もきちんと伝える、そういうタイプの教室がもてはやされたのが、まあ、15年とか前です。で、インターネットが台頭してきたのが10年くらい前です。この辺りからだんだん様子が変わってきます。様子が変わってきますというのが、そういうめちゃめちゃ厳しい学校とかいろんな技術を身につけてなくても教室会議をする人が徐々に増え始めたのがその年代。そしてかつネット集客っていうのがだん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 浸透し始める走りです。その頃私パンやってましたけれどもね。で、それを扱える先生がだんだんそこにこう教室があって、地元の人が通って、地元の人からの口コミで何もせずに集客をできていた教室と比較されるようになってくるのがそれぐらいの時代です。で、その後どういうことが今度起こってくるかっていうと、だん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 ネットが発達する、スマホを皆さんが持つようになる、検索をするのが当たり前になる、それが Google っていう、検索エンジンを使おうとも、ハッシュタグという機能で、インスタグラムとかで探そうとも、どういうことであろうと探せる手段がすごく増えちゃったんですよね。そうすると比較が簡単にできるようになっちゃうっていう状態になります。そこで発信力の弱い教室は、どんなに技術技能があったとしても探してもらえない確率が上がってしまったんです。で、このギャップを築いている先生とかは、たとえ年季がいっていようとも、常に最新の動向と最新の教室事情と集客事情と生徒さんの感情考えをアップデートしているので、集客量が落ちていないです。というか、むしろ技術はあってネットも使えるから上がるだけなんですよ、基本的には。後から参入した先生が追いつけないものを、財産を持っている形になるので、この方はね大丈夫なんです。問題はそのネットが弱い、トライをしてこなかった。で、でも集客は勝手に集まってきていた、だから集客のやり方を知らない、そういう先生の特質と特徴はご自身に自負があります。
私何もしてこなくても満席だったんでみたいな自負ですね。 そうするとどういうことか言うと、なんか集客をするっていう状態が頭を下げて来てもらってるような雰囲気に自分が貶められるような感覚になっちゃうケースが多いっぽい印象があります。そうするとどういうことになるかっていうと、こんなことを言ったら生徒さんに「先生変わったって言われます」とかいう話とかね。あと、こんな風な発信すると、なんかいかにも教室困ってるみたいな雰囲気で嫌ですとか言う人もいます。あとは、こんな感じで言うと、なんか集客ガツガツ頑張ってる風に見えるから嫌ですとか、この辺りはね、すごく分かりやすく、自分の現状は集客したいって言ってるのに発信を嫌がる状態なんで、すぐにプライドが高いという表現で一言で言えるっていうのは分かると思うんですけれども、要は自分は現実を認めたくないんです、まずはね。だけれども、実際にはどんどん生徒さん減ってるからどうにかしなきゃいけないっていうのは実情なんですよ。で、この時に切り替えができる先生は、今までの自分っていうものをちゃんと理解をして、今までの生徒さんは生徒さんありがとう、今度は新しい人を呼ぶから私も変わりますって言ってガラッと変えればすごくうまくいくんですけれども、昔企業さんからも依頼された、テレビ出演もしたことがあります、こういうことも頼まれてました、生徒さんも10年通ってる方がいらっしゃいますっていう方は、その辺りとのバランスが上手に取れなくて、その自分を保とうとするんですけれども、現状の世の中がそれを求めていなければ、当然その商品サービスっていうのは売れないということになります。で、もう一つですね、その発信をした時に、じゃあ新しくリリースされなかった講座が売れなかったらどうなるか、自分が傷つくんですよ。自分が傷つくんです。だから要は、私って満席が当たり前の先生なのに、新しくリリースした講座が売れないなんて、そんなのをさらけ出したくないって思うわけですよ。そうするとどうなるかっていうと、売らないです。せっかく商品作っても発信しない、知らせない。なぜならば売れないということになった時のリスクが怖いからです。だから本当に取り組むんだったら、リスクとか関係なくチャレンジする必要がある。だから崖っぷちまで多分行かないと、本当にそれをしたいのか、それとも別に最後教室も閉じるだけだからそんな頑張らなくてもいいかっていうところを本来は選択できるはずなんですけれども、それがギャップがあることにご自身が無意識的に気づいてないんですよね。そうすると、例えば価格が高いから売れないと思うとか、自信がありませんって言うんですけど、自信っていう言葉は自分を信じると書くので、自分が信じるところからまずスタートするので、自分が信じていない商品は売れないんですよね、まず。だからお金もそうなんですけど、お金を嫌いな人のところにはお金っていかないようになってるんですよ。だから高いとかって思うっていう人は、安い金額の生徒さんしか当然ですけど集まらないです。高いを高いと感じない人、それは騙すっていうことじゃなくて、価値としてそれを喜んで払う人っていうのはいるんですね、世の中には。だからその人に向かってちゃんと伝えればいい。そのためにはネット集客的な要素、発信がどうしても必要になってきちゃうから、それを嫌がり勝手に来るのを待っているっていう形なんですよ。それは多分昔の栄光が忘れられない。私はそこに入れさえすれば人は勝手に集まってきてたから、同じ状態で現代で様相が変わっているけれどもそうしたいというケースは、心は変わってないのに、商品はあって、それをつなぐ手段を嫌がるということは結局売れないということになります。だからいい商品だっていうのはリサーチ上作れても、発信する先生の側にブレーキをかける要因、引っかかりがある。その一番邪魔するのはプライドなんですけどね。だここを切り離せるかどうかが、その辺りの先生たちにとっては非常に大きなポイントで、真っ二つに分かれます。
そこをもう気にしないで新しいことにチャレンジするんだって次から次へとやれる人はどんどんうまくいってます。なぜならば技術があるからです。2、3年のポットでの先生より技術があるから、発信して生徒さんが来たら生徒さんが離れないです。回ります。だからそこの先生のきっかけは新しい人を入れる、ここだけなんですよ。そうすると結局その長年やっていて知識と技能があるけれども、自分は理解してないんだけれども、プライドが結局邪魔すると新しいことへのチャレンジができない状態になります。心地いい状態で勝手に生徒さんが来てくれればいいっていうのがぶっちゃけ本音なんじゃないでしょうかと思います。そういう方はね、いや楽ですよ、勝手に来てくれれば。でもそれってできるか、できないですかって言ったら、できます、できるんだけど時間かかるんですよ。勝手に来てもらえるようにするためにはホームページとかね、そのずっと置いとくものを育てたりとかしないとダメなんです。だから早くて3年ですね、それできるようになるの。ものすごい頑張れば1年でできるかもしれないですけど、信頼構築って年数とともに増していくものなので、これは今日やったからって明日いきなりうまくいくっていうタイプのものではありません。なのでそのあたりを、自分がどうしていきたいのかっていうことと含めてね、考えていくっていう必要があるので、リリースする側の先生のマインドがその商品を売っていく上でのブロックになったり、まあ、当然売れたりとかする部分はあるんですよ。で、それをじゃあ突破するために何が必要なんですかって言ったら、生徒さんへの情熱です。はい、それを伝えなければいけないという使命と情熱があれば、自分の羞恥心とかってどうにでもなるはずなんですよ。じゃあ例えば集まんなかった、自分残念じゃないですか。そしたらもう一回商品作り直せばいいんですよ。で、この辺りがやっぱり切り替えができないと、一生懸命作ったのに売れないなんてってね、そういう自分を認めたくないから、売れる商品作りたいんだけど言わないから売れないんです。 この辺りがね、非常にこう矛盾をはらむ難しいところではあるんですけれども、一つ気づいてほしいのが、特に激変、2020年から激変の世の中になって、昔の常識が通じない状態になっているということを認識した上で、いち早く自分も変わる、当然生徒さんも変わります。その中で動いていける一番いい方法を考えるということができた人だけ、2020年以降、コロナ禍以降ですね、残っていけるかなっていうふうに思っていますので、それを今日はお伝えさせていただきました。ということで、まとめに入りたいと思います。どんなに良い商品サービスを作っても売れない教室の共通点は先生のマインドイコールプライドです。はい、でここを、突破するための処方箋としては、先生が生徒さんを思う情熱です。その情熱があると、多少自分が残念だろうが恥ずかしいだろうが、何を誰に言われたって届けるんだって思う気持ちがあれば、必ず必要な人には届きます。だからその気持ちを持ってできるかどうかっていうのが一つ大きなポイントになるので、今なぜかうまくいかないなと思っている先生で当てはまる部分があったとすると、自分の自尊心と生徒さんへの情熱を天秤にかけてみて、情熱があれば何でも本当はトライできるはずなんですよ。だからそのあたりをね、ちょっと考えてみていただければいいかなと思って、今日のお話を伝えてみました。よろしくお願いいたします。それでは。